回やった企画覚えてる人いろいろやった企画ポケモン図鑑だけでポケ図鑑一番痛いとこ一番痛いとこお前がやった企画寝起きで優勢やったら誰が一番踊れるかそう最下位の方いやよく踊れたね俺ねそうだあれ坊主じゃないの眉毛だけ坊主本当にやるんだやるよ竹内さんにお願いしていい感じの坊主にあーあそれなら嬉しいよしてもらいますよ俺坊主あんましたことないからイメチェンできていいかもサンマとかじゃねえいや俺星があるからねあれ坊主じゃん俺の中では坊主あれは星であれ俺の中では坊主だよ高校球児が謝る高校球児には謝んねえよなんだそれはあきゃー小艇で突っ込むっていうねめっちゃどこどこ言ってますあれビなんや、分かってうん、今やったんですえぐっめっちゃ消そこまたここなんだね、しかもバーてか最近このマザラ編やばくないお前がさ、寝てる時になんかねえって聞こえたの俺だし、俺がこの前上で寝てて俺窓見なんか見たらって言ったとこもこの部分ちゃう確かに確かにやばで、やっぱ窓際ってやばいねということでピースにね飛んでいきましょう俺に捕まれよいしょじゃああれあれノリノリって聞こえあれあれあれくせえだけお前だけ瞬間移動すなよ恥ずかしい恥ずかしいこの人罰ゲームに負けて坊主になりまーす坊主になりますはい坊主になりますはい坊主になりますはいえだからこんないのなんか成り行きでなくなった坊主かつ野球入ってて眉毛もなくてかつ童貞って言ってめちゃくちゃ怖いすごいわ。という感じで、よろしくお願いします。お願いします。お前のドアアップしか映してねえ。それではこれより、妖怪摘出手術を行います。なんだ妖怪摘出手術って、俺の中に妖怪が、見て、うわ、なんだこの感じ。あー、痛い妖怪摘出されました。妖怪、あ、できた、取れた、今できました。ありきたりじゃないですか、やっぱ、こう、真ん中行きたがる。そうだね。とにかく君はありきたりを嫌うからね。普通に真ん中行ってるけど。真ん中行ってんじゃねえか。出たーこの感じ懐かしいあーなんか思い出しますねあれあ星自体思い出すくしくなったうわーすげえ見てください竹内さん顔50センチぐらいありますそんなねえよでもさ普通に35ぐらいちょっと伸びたよね顔伸びるんだちょっとした間に顔伸びるんだ俺はいということで帰ってきましたー帰ってきましたねあと1時間ぐらいしたら奴らが帰ってきますそうだねあいつらが遊びに帰ってきたらこの髪型を解禁させていただきますおいーたじーまーおー来たか来たかブサイクども来たまじゃパッとしねえなお前らもあーなるほど今日行ってきたんだよね早速坊主になったこの男とマジみたいご対面していただきましょううわめっちゃ来たすげえ何これ何阿弥陀くじ阿弥陀くじになってるいやいいねすごいですねもうここ楽しい楽しい通り魔じゃねえよ通り魔じゃねえドラマじゃねえよまだあるんですよねやっぱりもうイカジラドラマになったからそれ相応のものをかけなきゃいけないってことでサングラスうーサングラスレイバンのサングラスレイバンめっちゃいいじゃん超かっこいいやん値段が2万円これもつけるとアーノルド・シュワルツェネッガーの完成うわっサンプラス中野さんすげえめっちゃいいかっこいいじゃん眉毛ねえだろまたやばいよ怖っ！いや、光線の人ですよ光線光線って何クローズでしたなクローズでしたなクローズって人気すぎて分かってた18歳まであの地球にいなかったから分かんないなんかもう髪型に多分興味ないからねなんか反り込み欲しいなってなって最初この辺だけ入れたのに、うん、
だからなんかもっとふざけたらおもろいなとか言うし、あみだくじにした方がおもろいねみたいな。俺がシャンプーしてる時にこの最初3本しかなかった短いやつ、うん、これ見て竹内さんと今日飯どこ行くって言って、あみだくじで決めましょうよとか言って、なんかもうこれで決めようとして、あ、そうなんだ。シャンプー女の人にやってもらった時にもう吹き出しそうだ。ここ牛丼、ここラーメン、やばいね。これで決めますわ、やばい。アボさんは今日からこの髪型ということで。そういうことだ。すごいじゃん。まだちょっと時系列がちょっと前の方に撮ってるやつとかもあるんで、タイムパラドックスが起きてる。数本、まだ髪の毛ありますけど。あ、そうだな。え、そのザンゴですか。結構マジだね。かっこいいよこれ。かっけえだろ。すごいやつ。え、似合ったらもらっていいのこれ。もらえねえよ、バカ。うわうわ、バカじゃん、バカ。やめろやめろ、それは冗談じゃない。なんでイケイケイケ押してんのお前は。倒す、それね。その眼鏡ね。これは普通にせ、一回やって。一回書いてみ、ちょ、一回やって。一回やって。はい、せーの。フルルですか。フルルじゃねえよ。Boys and girls, welcome to ST Studio! 夏祭りツアー、It's Showtime!